さあ、今回はこちらのゲーム、エピックセブンをやっていきますと、ずいぶん久しぶりと。で、限定ガチャのアミドがね、来てるので、アミドをね、ちょっとゲットしたいなと。提供割合見ていきましょうか。で、au が46.75%で、星5 au が1%で、アミドが出ますよ、という話ですね。で、天井の方は120回となってます。まあ皆さんご存知だとは思うんですけど、で、このピックアップの期間が3月9日11時59分までなんでね、ちょっと回しておかないと、ということでちょっとやっていきましょう。まあ、サクッとね、神引きしたいんですが、ハマったらなぁ。きついっすからね、このガチャも。怖いわ。さあ、まあ、サクサクいきましょうか。さあ、出ずっと。さあ、行きましょう。よしよし。さあ、どう？もう、決めるか。決まっていいよ。決まんないね。決まんないね。はい。さあ、30連目。さあ、どうだ。ああ、ちょっとね、もう演出で分かっちゃうんで、ちょっと。から入りますよね。 久しぶりで、どうだ、アミド、どうだ。 まあ5回目ぐらい。さあ、もう結構ね、もう皆さん取ってるんで、まあ、自分回すのが遅いんでね。あ、どうだ。久しぶりすぎてね、ちょっとタイミングが。惜しいな。光ったらちょっとポンってなるからね。さあ、行きましょう。よしよし。あ、いいとこきた。さあ、2位。3と頼む、もう天井だけは勘弁してくれ。もう、あ、プリストね、プリスト欲しいところ。さあ、何もなしと。この辺は何もないな。さあ、何もなかったと。さあ、次50連目ですかね。さあ、そろそろもう、結構重要よ。
さあ飛ばしてく。左手どっちで、ああそうか、異物だった。久しぶりすぎてどっちかわからなくなった。あ、そういうことね。まあまあでもいいんじゃないですか。さあ60連目これはもう半分きたよ。さあ電通、1%だからね、 1% フォーリス来るか。あーもう左、ここはね、いやまあまあ引きは悪くないんですけどね。半分来ました。さあ半分超えていく。これは天井臭いな。まあまあ 1% なんでね、こんなもんちゃこんなもんなんですけど。あっこっち、そっち、まあある意味すごい引きなんだけど、そっちじゃないんだよな。そっちじゃない。もうこうなったらね、天井までになんとか引きたい。ゴッドマザーが来ると、さあにどう引き当てろ。残りは限られてるぞ。光ってくれてるのは光ってくれてますね。さあ押していこう。ああなるほど。網戸確定までもう天井まで40連と。やばい、やばいわ。これはダメだって。もうそっちじゃないんだよ、そっちじゃないの。あ、次がないの。よしよし、よしよしじゃない。あと30連、やばい。ここまで来たらもう天井まで行くか。いやーまあ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 、まあ、頼むわ網戸。さあ、いやー惜しいな。ポリスよく来るな君。残り20連です。そうなの、まあ、天井前だからな。変えられるもんを全部この手で変えてやる。手始めに、あ、タラクソタレな世界からだ。初めて来ましたね。
さ光ってはくれてるんだが。あ、そっちね。ああ、いいのはいいですね。さあ天井です。どうしましょう。じゃあこっちっすよね。使って、さあラスト。さあ押してこ。さあ自力で引けるか、自力で引けるのか。引けないと、いないんじゃないか。さあ自力で引けないと。クローゼ、あ、自力で引けません。自力できません、ね、これもう受け取っていきましょう。さあこれも天井なんですけど、いきますか。はい、はい、まあありがとうございますと。過去に絶望せず、今に感謝し、より良い未来へ皆を導くこと。天井に絶望と。それが私の役割です。そういうことっすよね。ちょっとポチッと押して、さあ1枚っすね。まあまあありがとうございますと。まあ、ということでね、網戸をちょっと頑張って引いていったんですけど、まあ安定の天井でしたね。まあ、またね、ちょっと石貯めておきます。まあ、またね、エピックセブンの動画の方もまた出していけたらなと思うんですけど、まあ、よかったらね、高評価の方とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは皆さん、また。